赤ちゃんの子いきます、うん、1枚目赤ちゃん生まれたて、うん、生まれたてよしせーのでやるせーのじゃん生まれた時はあとはこれかわいいこれ本当に体重測ってる時はね豆粒じゃん母子手帳があります平成2年4月24日火曜日午後6時2分誕生3043g 俺の方が大きいね、うん、何ぐらい俺だって3530g でかっ、うん、でもなんか俺そんなに見えないけどね生まれる時にさ、うん、そのへその方が首に絡まっとって、うん、死んじゃいそうだったよ、うんうん、だからお母さん頑張ってねえママ頑張ったねかわいい兄、うん、ふとしさんアフロふとしさんアフロアフロお父さんかやばいかわいいおにぎりくんみたいだねほっぺが落ちちゃいそうあーやっぱかわいいねこんな女の子だねぐらいかな女の子だね、うん、かわいいかわいいこれ、母さんこれちょっと大きくない？あ、でも1歳じゃないかお母さん美人おじいちゃんおじいちゃん多分生まれてすぐだね、これ、うん、はぁお母さんも若いね若みんな若い ね、 ねまあみんなに抱っこされてこれ何これ生まれる母さんと母さんのお兄ちゃん、もとちゃんとイサムじいちゃんせーの、じゃんあえどれどれこれこれえって見せママ若いあの、いとこのね、ゆかりさんうーんで、しゅんくん1歳だねは、ハゲみどりさんうん、母さん若いこれ、もとちゃんお兄さんさお母さんのお兄さんそうそうそうかわいい、でももう友だね。あ、お父さん、高文さん。うん、お父さん。こわもてだね。多分ね、パンチパーマだったもんでね、昔。あ、これもだいぶ。だいぶ？うん。これは辰巳。舞子だね。辰巳が丘の家。もう。若い。もう。父さんがもうめちゃくちゃ若い。若い。母さんもだけど。髪の。細い細い若いねでもかっこいいねお父さんママめっちゃ美人これおばあちゃんおお若若っ美代子さんこれも お母さんの方のおばあちゃんのおじいちゃんおじいちゃん酔っ払っとるでしょ、ね、絶対これ問い分け問い分け、うん、父さんのお母さんハツコさん、ハツコさん、ただしさん、おばあちゃんとおじいちゃんか。うん、うーんでこれ父さんのお姉さん、さゆりさんと髪がすごいよ。みどりさん、みどりさんとお兄ちゃんか。そう。で俺とゆうた、うん。なんか可愛いね。世話になったわ。ねえ。仲良しだね。本当毎年とったよね。俺幼稚園だって2つ行ってるもん。あ、そっか。そう。何幼稚園？弥生幼稚園と。弥生幼稚園、幼稚園弥生幼稚園は弥生幼稚園は静岡静岡弥生幼稚園は幼稚園が浜松奈良井保育園もうこれ舞子だね舞子だこれ舞子だすごい肩上がってんだけどこれ緊張しとるねえかわいいそれはね竹島これもうほんと舞子じゃん竹島水族館妹舞うと私ひろむくんたかくん、ゆうくんお父さんの兄弟の子供たちこれ七五三家族写真お父さんのこの髪型リーゼントなんか怖いビーバップハイスクールせーの、じゃんなんでそんなふてくされてるどうしたのこれね、まだあのね岡崎に来てない時だよ小学校1年生、2年生ぐらいかまだ萩岡小学校に萩岡小学校ね、転校する前ねもうマーヤがおるマーヤかわいいマーヤでもマーヤだねマーヤかわいい
多分ね、私の隣ね、ここ鈴木修くんだった。めっちゃ覚えてる。よう覚えてるね。家近くだったし。何何？これ。これ小学校3年生じゃない？友と翔吾と広志。わんぱく3人だよね。やんちゃ3人だった。と怒られてばっかりだと思う。ね。初めてディズニーランドに行ったかな。お父さんの運転で。ああそうなんだ。とも、しゅんたがおりました。なんで一緒にしゅんた今と全然変わってない、うん、もうホナン家のお庭にもお世話になって、ホナンと私とトシコよく遊んでたな。幼いね。これなんとさ、映っとるだろ、ね、二人が映っとるよね。なんか私の服ダサい。え、いつもこればっか着とった。マイコこの服めっちゃ着てるイメージある。多分ね、お気に入りだったんだよね、その時。ヨシネモール。そう、ほら、かわいい。ヨシネ、ヨシネちっちゃ、ヨシネちっちゃい、ネズミみたいな。これも映ってね。これさ、うちらマイコと俺。ほんとだ、ね、小学校バレる。膝をすぐすりむいてたね、マイコ。もうね、青春だよ、ほんと。頑張りましたよ、バレーが大好きで。で、お母さん、みどりさん、お母さん若いね。若いね、マイコがでもだいぶ大きくなったな。大きい、トシコ、みど。ミド、マイコ、ホナ、ホナ、吉川よしみ先生。多分さ、卒業式をやって、うん、打ち上げじゃない？この時。あ、そうなの？違う？岡崎バイキングでしょ。あ、行ったかもしれない。やばいよね。千尋、トモ、ミド、トシコ、ホナ、ユリ、マイコ、やばいな。なんだこのメンツは。でもなんか覚えてるよ。ショーゴやばい。じゃあこの時ね、結構みんないるんだよ。あ、ヨシネ、かわいいヨシネ。カレン、カレン、カレン、マイコ。おお、あ、これトシコじゃん。トシコも。あ、トシコ。へえ、トモ、ヒロシ、ケンヤ、クリタ。みんなうまい。ショウゴ、ショウゴ。みんな豆みたいな。本当にこれすごいよね。山本恵理子先生、大変だったよね。これはひどかったね。この3年3組やばかった。すぐ漢字書かされた。漢字100万ページぐらい書いてた。やば。小6だよ。アイリ発見。アイリも結構一緒だったよ、うん、アイリめっちゃおしゃれだったよね。平井と。小学校戻りたいね、今このまま。戻れるもんだな。絶対楽しいよね。誰も漢字書かねえけど。では中学時代。中学校。じゃん。なんかおばさんみたいな。中学1年生。なんでゲッツしてるんだろうね。ダサいよね。ダンディー坂尾が流行っとったんや。1年5組で、ミドと同じクラスでよかったって思ってた。ケンヤおる。そう。クリタと。多分ね、私の隣ね、沢だった気がする。佐藤と沢村で一緒でね、隣だった気がする。夏か、夏かわいい。夏も同じクラスでしたね。モテモテだったよね。ねえ、うん、めっちゃモテモテだったね、なっちゃん。富士登山。富士登山ね。見て、カレン。レンジそっくりなんだけど、ね、カレンもう全然喋らんもん。恥ずかしがり屋がすごかったよね。カレンさ、音楽のテスト。カレンもうダメ、やだっつって。これバレー部。バレー部中2かな。へ、私ここに。本当だ、補欠やん。待って、まだ先輩がいっぱいいるから。中3は。中3ね、修学旅行か。修学旅行、東京行ったよね。オタミド。ミドがおる。ショーゴとね、ケンおるよ、ケン。ケン、修学旅行まだあるよ。なんかこの時の写真振り返るとめっちゃ変顔してる。見て、よしね。ぶっさ。よっちゃん。これ多分ね、卒業式か。卒業式終わって、なんかいつも一緒に帰ってる組。へー。中学は塾に行ってたね。塾のこれユニバーサルに行った時かな。へー。中学かな。マウ。マウと私、オセロ。ほんと白と黒だね。ね。これ、プリケツ。今もあるプリケツ。ユリとミドとホナと。なんでプリケツなの？なんかあんまり覚えてない。覚えてないんかい。プリケツ4人組、ラグーナにいた時だね。高校1年生。高校1年生。うん。じゃん。
岡崎商業、岡崎商業、うん、定員割れの定員割れだったっけ確か誰でも入れたかも、うん、これはバレー部今でも仲良しの左右と銃と雪、うん、バレー部もう大変お世話になってね、今でも仲良くしてもらってて嬉しい。田口と沢と菅、アラジンでもやったのなんかそういう系でこれ高一のなんか仲良くなりましょうみたいな山の学習みたいな。メイメイ太ってねメイメイ太ってない。メイ丸い丸メイチュッパフグチュッパツチコツチコはね1年生の時全然ツチコじゃないんだけど、土屋ツチコなんか分からんけどこんな写真が出てきた。誰カンと田口トモは？これ俺めっちゃなんか細いよめちゃめちゃ細いじゃん、めっちゃかっこいいじゃんこれ。かっこいい、うん、今なんかもうボテッとしてる。岡昭バレー部もう厳しくて厳しくて。どこにいるの？これ一番補欠やん、またいや待って待って、1年生1年生もう毎日朝から晩まで練習してもうめっちゃ頑張った。こんなこれより苦しいことはないぐらい頑張った。見てよ、謎の写真あ、ママママ久しぶりに登場したと思ったら年くといやいやいや、全然若いよ。ママ俺も若いよ。そっくりだね。似てる。え、似てる。文化祭？体育祭？体育祭でなんか出し物トトモピー、チョウチン、よう遊んどるね。ね、めっちゃ仲いい。大好き、トモピー。あ、これもトモピー？トモピー、チナ、チナ、トモコ、トモコ、カレン、カレン、マイコ、めっちゃぶっ飛んでるけど、ナル、ナル、ナルとチナと私とサオリとトモピーで A B っていうグループだった。なんだ A B？ A 型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  B 型 A B。サッカー頑張ってたよね。めっちゃ細いじゃん。ガリボスだったよ。中村俊輔？似てねえ。19ぐらい高校卒業してから、ね、卒業してだね。トモから行く。はい、19歳。見るの怖い。サワの誕生日会かなんかだよ。え、なんか怖い。え、なんか何怖いって。いや、なんかギャル王みたいななんだこれ、怖い怖い。カンがいる。カン、トモはどこに。俺これ田口に抱きついてる。へえ、なんかチャラい社会人1年生。もう、あ、そっか、就職してたもんね。三菱自動車。もう全然違うね。作業着全然違う。私、フォークリフト乗れるよ。まあ、工場で働いてましたよ。へぇ、もうさ、怖い、何え、気持ち悪い。キモカン、カン、トモ、あ、ダンノ、ダンノ、ね、怖いこれ何歳？ 19？ メイと一緒。目を囲いまくってすごい。目がすごいよね。ねえ、つびしの時はチアガールをトモピーと一緒にやってた。とかね、チアガールやばいよね。仕事しながらすごいねファーさん、ファーさんファービンに似てるからファーさん。いつもお世話になっとる、似てるね。ご飯をたくさんご馳走いただいてますこれからもご馳走になる。よろしくお願いします。二人してなんか何怖い誰何これとも、うん、細てんや細若これダメチャラ成人式とも、なんか一緒に撮った写真があった。カレンと、あ、カレン、カレン、カレンギャルイ、ショウゴ、ショウゴ何やってるの。マイコ、ユリ、うん、成人式すごいね。ギャル時代ですね。よっちゃんめっちゃギャル。これはプリケツファミリー。プリケツファミリーでプリファーなの。略してプリファー。全然知らんかったよ。プリケツに夏とトシコとスズとアイリが合体してプリケツファミリー。うん、ああ、そういうことね。プリケツはもともと4人。4人プリケツファミリーなんかことあるとアイリんちで会議して元気の写真かしら。介護の仕事を始めてめちゃめちゃ可愛かったおじいちゃんとおばあちゃん、みんないい人で、スタッフも仲良しで、キャンプ
ハクマ、エンド、アキア髪長で、この時アキアが滝にね、罰ゲームで撃たれたね、この滝に入って、うん、撃っとった、仲いいね、じゃん株式会社ごぼうにお世話になってます、ね、スイカマイコ社長のごぼう先生、ごぼう先生奥さんの葵さんと、かわいいハー君、かわいい山ちゃんもいる、山ちゃん、山ちゃんお世話になった、お世話になってます、大変葵さんにもお世話になってます、ツリーマイコだ、クリスマス会かな、楽しそう、この写真、あやさんとレミさんもいてかわいいだな、うん、あ、えんちゃん、エンド会社のスペシャルメンバー、わかるよ、めぐちゃん、めぐちゃん、レミさん、レミさん、あやさん、あやさん、マイコ、マイコ、うん、そう、みんないい人で、もうすごいやりやすい環境でお仕事させてもらって、いい子だ、めぐちゃんいい子だし、おじさん、お、出たおじさんお世話になってますおじさん、サンキュー、サンキューおじさん、くまさんくまさん、なんで横なのくまさんもお世話になってますよ、でも、あれだよね、本当に今までこうやっていろいろあったけど、まさか結婚するとはね、いや俺らが本当に全然思ってなかったよ、小学校、中学校一緒だったけどね、うん、そんな全然関わりなかったもんね、まあ、みんなで遊んでる中にいたかなぐらいって感じだよね、私はね、そうだよね、でも、ゆりの結婚式でね、二次会だよね、これゆりの、そうだね、だから俺と翔吾は二次会でしか呼ばれてなかったから、うん、で、行って二次会で久しぶりに会って、うん、で、なんでこうなった、同窓会かなんかがあるから連絡するわみたいな話をしていて、俺がその時計画しちゃったんや、うん、そう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 、同窓会で連絡をしてた感じがあり、まあ普通に飲みに行こうかみたいな感じだったよね、で、そこから仲良くなっちゃったよね、うん、本当に、で、ね、最初はミドと、あ、ミドとね、アキとアキアと一緒になんか何回か飲み行っとったよね、1回がむしゃらじゃない、あれ1回だけだっけ、うん、でそこからなんか多分連絡をずっと取っていて遊ぶようになり、なんかしょっちゅうその辺歩いとったもんね、散歩ばっかしとったよ、ね、散歩とかいう理由でずっと喋っとったよ、うん、寒い中ね、2時間ぐらい歩いとったよね、いやもうそれどころじゃないときもあって、めっちゃ歩いてた、で、そう、で、いつの間にか付き合っとったね、うん、トモンチ行った時だよ、そうだっけ、そうだよトモンチ行った時に付き合って、でそのままさ、ママに報告してくれたじゃん、あ、そうだっけ、彼女になったでって言ってくれたんだよ、下で、あ、ほんと、そしたらママが私をハグしてくれて、でめっちゃ嬉しかった、うん、2回目の沖縄で俺がプロポーズして、うんうん、なんていう島でした？浮かび島。浮かび島。浮かび島。浜島に行けなくて浮かび島で。浮かび島で、そうですよ。貝殻の上にこの。感動しただろ。感動したっていうか、ちょっと笑けてきた私は。なんだそれ。ここかーみたいな。嬉しかったよ。嬉しかったけど、どういう感じかなって思うじゃん。いろいろイメージしてて、でね、貝、サンゴの上に指輪が置いてあって、プロポーズしてくれて。よかったね。よかったね。ねえ、もう本当に幸せな旅に。3回目の沖縄でね、うん、結婚式2人でやってきて、うん、挙式を挙げて、挙式を、それで沖縄で使ってきたよね。なんて言ったっけな。感謝の気持ちを忘れず、仲良くハッピーな家庭にしたいと思います。って言った。感謝は言ったね。俺も言ったよ。言ったよね。なんか緊張しすぎた。常にも感謝の気持ちを忘れずに、まあ、お互い思いやりを持って生活していくと。うん、そうだね、うん。まあ、喧嘩することもあるかもしれんけど、ね、うん、まあ、仲良くやっていきましょう。そうだね。うん、仲良く元気に、ハッピーに。とりあえず笑って、うん、ね、言いましょう。笑かして。笑かして。いつもの毎度の。そうだね、で恩返しをしつつ、うん、行きましょうか、やってみましょう、はい、うん、ありがとうございます、よろしくお願いします、よろしくお願いします、末永くイエーイイエーイ